か。いやー10日になっちゃったね。で台風も過ぎ過ぎて、あ、いい風も強くないんで、残りのこのね鉄骨単管の補強筋交いとか入れていきたいと思います。はい、ですね、今回の動画でようやくですね単管カーポートが完成です。これ長かったね。でまぁ、ちょっと途中でですね、まあそこは編集で省いたんですけど、隣のあの製材所の人がそれじゃあね屋根どうせ ぶっ壊れるよっていうことを教えてくれたんですよね。まあまあさすがにたるきを渡しただけなんですよ、まだ完成とは言っても。まあそりゃたるきしか渡してなかったら折れますよそりゃ。であとはそのなんだっけな、たるきを支えてあげるためにこのたるきに対して垂直には単管パイプは1本通す気ではいます。まあ次とか、まあ、完成までの動画では、まあやっちゃいるんだけれども、まあそれをやってない時点だからまあ不安に思ったんだろうね。うん、でもまあね、冬場いなくてね、今年なんて空浮除湿をね崩壊させっぱにしたので、まあ、よくね気かけてもらってるよなみたいな感じでね、杉の板までもらっちゃってね、まあそういう感じで近所付き合いが始まってきたのかななんて、思ってます。まあ気にかけてもらってるんだなっていうありがたさですよね。でまあこれ完成っていうのは要するに、トタンの屋根だけを渡して完成です。でこれなんで完成にしてしまったかって言ったら、とりあえずその雨対策ですね。まだ線状降水帯だっけな、なんか断続的にものすごいスコールが来る雨雲あるじゃないですか。あれがまだ来てた時代、来てた時で、で、やっぱり隣の製材所も溢れ返ってるんですよ、水が。で、その水のせいでちょっと機械トラブルとか壊れたりとかしてたから、結構被害あるんですよ。で、何がダメかって言ったら、これ通りの僕の家側の側溝潰れてるんですよね。土がめちゃくちゃ入っちゃって。だから側溝が流れてないっていうの、原因もあるんですけどね。まあとにかく終わってよかったですよ。まあ何かと隣の方では気をかけてもらってるのか、多分やってることが心配で仕方ないんだろうか。まあ一応ですね、ここに支柱を1本立てて、最後、まあ、雪が落ちてくるであろうところらへんに筋交いじゃないけども下から押し上げるような感じでパイプを入れて、まだね自在のたるき止めクランプあるんで、そこでたるき止めをしておこうかなと思います。それでまあ大体一番重くなるであろう、一番硬い雪庇が落ちてくるであろうところに、そんな感じで補強しておけば、まあ、たるきはまあ折れてもたるき折れてもいいけど、逆にその今年の春みたいにバコーンってこう落ちなければ俺はいいから、はい、まあこれ同様にこっちもやっていこうかなと思います。で、本当に問題としてはここなんだ。中途半端に屋根がぽっかり開いてんだけど、屋根に登るとかっていうのはこっからじゃないと俺は登りたくないわけよ。まあもちろん向こうのさ、ウッドデッキのところから、ウッドデッキのここだね、こっから登ればさ、それなりに低くはなるからまあいいんじゃないかなと思ったんだけど、そのまま歩かなくちゃいけないでしょ。だから雪を下ろすのに屋根の上を歩くなんてこと今からもできないからさ、屋根雪を下ろす長い棒をはしごで登って、そこからさ、徐々に徐々に書いていくっていうのもできるスペースっていうのを作りたいわけ。それで、ここの屋根の、ここ、こう来てる部分ね、これね、ちょっと上登ればわかるんだけど、これね、下のケーカル板割れてる理由わかる
理由が分かんなくって、まあ、どうせ経年劣化とか思ったんだけど、そうじゃないんだよね。あの雪の重みでね、確か多分ね、軒っていうか、あの材が折れてるんよね、うん、ここだけなんかちょっと角度が違うんだよ。うん、それで、まあ、さっき隣の人にも指摘してもらったんだけど、ちゃんと雪下ろししないとね、多分ね、これ屋根がダメになってくるんだわ。これ雪止めが全部倒れてるでしょ。だから雪止めね、全部取っちゃおうかなっていう感じもする。そういう設計でやってるって言ってたから、まあ俺もそういう設計でやったつもりなんだが、多分もっとね急にしないとダメだわ。うん、多分急にすると、まあ落ちてきた屋根雪を受け流せるけど、多分あれね、ここの車庫のねど真ん中ら辺に落とすような形になるから、それまたダメで、これ多分もうちょい、これもう一回雪がずるって落ちちゃってとかしたら、多分あそこら辺雨漏りするような気するんだよね。ただそこら辺どうしようかなって感じ。まあ今年どこまでやってスキー場行くか、スキー場行ってもうあの雪は下ろしに来たいんだよね。だからまあそんな感じで今年は高速で帰ってこれる程度の近場のスキー場にするんで、まあ今年は腹はちょっと自分の家を冬場帰ってくるっていうのも視野に入れてやんないとダメだからね、まあ、せっかくここまでやったから、まあ、なんか管理していこうかなと思います。はい、まあ、一応買うものとかも、まあ、また書いたんで、今年やりきるところまではやりきっていこうかっていう感じです。でもちょっと疲れたから、これからはちょっと動画のアップとブレインワークになります。ではでは。はい。なので、結構屋根が傷んできてますね。で、去年、賭けでいつも雪下ろしをしないっていう賭けもしました。でも、まあ、生活スタイル上しょうがないんで、まあ、これは必要経費かなって思ってます。でですね、これを吹き込んでるのが10月20日です。なので、今日もこの動画の吹き込みを持ちましてですね、プレイオープン終わりです。じゃあまた来年、バイバイ。